ユーノス300は、マツダが展開していた、販売店、ブランドユーノスで、1989年から1992年にかけて販売された、Dセグメントに属する4ドアハードトップクーペである。1989年10月から販売が開始された。ユーノス300は当時マツダが推し進めていた販売店舗網の多チャンネル化に伴い1988年11月から販売されていたペルソナをベースにフロントグリルや丸型4灯、テールランプといった主要パーツの一部意匠変更を施したバッジエンジニアリングモデルで同社が展開していた。販売店、ブランドユーノスのミディアムモデルとして位置づけられていた。主要パーツの一部意匠変更のほか、ペルソナには装着されないスポーツシートや灰皿がユーノス300の専用装備として設けられるなど、両社との差別化は図られたものの、当時競合社が多数存在した4ドアハードトップ市場において、販売は思うように振るわず、最終的に4746台が、生産されるにとどまるなど苦戦を強いられた。ベース車であるペルソナの生産、販売終了に伴い1992年をもって生産、販売とも打ち切られており、同年に発売されたプレミアムコンパクト4ドアセダンのユーノス500が事実上の後継となった。ありがとうございます。